今回の中国史の時間は、なんと私、霊夢の持ち込み企画。ほほう、お手並み拝見。五感の後部艇優秀、義の文艇総比、五の大艇尊賢、食の小列艇優美、精神の武艇芝縁、隋の文艇要件。このそうそうたる皇帝たちのとんでもない共通点を、私は見つけてしまった。いいじゃない？これまでうちのチャンネルで紹介してきた人物の中でも、すごく豪華なメンツを集めてきたじゃないか。しかし見たところこれらは、東大の宮廷画家、円立本が描いた、歴代皇帝の肖像画、歴代帝王図鑑、現存するものは総大の模写に、書かれた皇帝たち、というところが共通点かな。そう、そしてこの人たちは、なんと、みんな頭に虫がくっついているだー。そうね。今回はこの、歴代皇帝の頭に三千と輝いてきた謎の虫を追う、中国史動画ならぬ中国虫動画だー。はは、なるほど。というわけでマリサ、この虫についての解説、あとはよろしくね。持ち込み企画とは一体、この動画は歴史の真実とロマンと虫と象徴を追い求める、トリスケアトリトリバンドルパック人間の提供でお送りします。さて、この食の小列艇優美の頭の上を見てくれ。こいつをどう思う？すごく、虫です。そう、皇帝や高貴な身分の人が被る、弁冠という冠にくっついている。これは虫だ。最初に答えを言ってしまうとこれはセミ。中国において長く高貴な虫とされたセミの飾りを、歴代の皇帝たちはつけていたのだぜ。ほーん、この謎の虫、セミだったんだー。ほんで、どうしてセミなんかが中華の最高権力者、皇帝の頭上でふんぞり返っていたのかしら。それを語るには、この皇帝たちの肖像画が描かれた灯台から、出た出た。また千年とか五百年とか長い時を遡って驚かせるやつね。約七千年、紀元前六千二百年頃まで遡る。それは遥か彼方すぎんよ。ちょっとは容赦しろ。さて、紀元前七千五百年頃から始まったとされる中国の新石器時代の文明、文化は、世界各地のそれと同様に、その多くは、大河の流域で起こり、発展していったのだぜ。さて霊夢、中国の代表的な文明の発祥地である大河といえば、そんなのラララ楽勝、黄河と長江、だけじゃないんだよな。中国の東北、満州の、両河流域に栄えた両河文明もまた、中華文明の形成において、非常に重要な文化、文明だったのだぜ。ほえー、中国の北の大河にも文明があったんだ。そう、この両河文明は、紀元前6200年頃から存在した。交流は文化から始まったものとされ、その交流は文化の遺跡からは、中国最古の玉器、玉結や飾りなど、や中国最古の竜を表す、石積みの像や竜門のある土器片といった、竜の継承が発見されている。ほえー、最古の玉器に最古の竜？こりゃ中国の文明の源流ですわ。そう、そしてこの両河文明の交流は文化のしばらく後、紀元前4700年頃に両河支流の西両河に現れた鉱山文化でも、玉器、特に動物継承である竜や鳥、虎、亀、魚、そして、セミが多く発見されたのだぜ。なんだかセミだけ妙にリアルで気持ち悪くない？材質の問題よ、そう言ってくれるな。しかし中国の文明の明けぼの、王朝ができる前の新石器時代の段階ですでに、セミは竜や虎、鳥、魚といった動物と共に尊ばれていたことが、わかるだろう。確かに、そこに虫であるセミが入ってくるのは驚きね。一体どんな意味があってセミが玉器にされるくらい尊ばれたのかしら。それはこの次の段階のセミと共に語っていこう。次の段階、そう、話は新石器時代から初期王朝時代に入り、確認されている中で、中国最古の王朝である殷王朝、青銅器の時代に移る。この殷の時代は、青銅器製作技術が飛躍的に進歩し、非常にレベルの高い青銅器が作られまくったことは、霊夢も知っているだろう。知ってる知ってる、これとかこれとかこれとか。そうそう、この時代は、このような青銅器そのものではないが、青銅器に刻まれた文様に、セミが多く用いられたのだぜ。これがいわゆる、禅文と呼ばれる文様だ。はい？殷の時代にもセミの文様が、さて玉器にもよく用いられたこの禅文は、再生と復活を意味していたとされるのだぜ。セミが再生と復活の象徴、なんでー？セミの生態がそれっぽかったからよ。セミの幼虫は長い間土の中で暮らし、成長すると地上に出てきて浮かし、成虫になって飛び立つ。中国では古来から、
死んだ人は地下の光線で暮らすと考えられており、そこから、地中から這い出てきて元気に飛び回るセミは、死の世界から復活を遂げることの象徴となったのだぜ。なるほど、溶岩文明でセミの玉器が出てくるのも、そういう意味があったと考えられているのね。そう、このようなセミが持つ再生と復活のイメージは、陰の時代で途切れることはなく、後世さらに発展する。ちなみに陰の時代の甲骨文字のセミはこれね。かわいい。さて時代は陰から周、春秋戦国時代、そして新漢と、大統一の時代へと話は移る。この漢の時代、新たな、セミムーブメントが巻き起こった。セミ、セミ、セミ。それが、こちら岩泉あるいは玉泉と呼ばれる、玉製のセミだ。この岩泉は死者の口に入れる玉、いわゆる岩玉の一種で。古代中国は死者の口に玉入れるの？入れる入れる。玉はそもそも魔除けの力を持つと考えられており、死体は腐敗防止のために目や鼻、耳、口といった体の穴に、玉を突っ込まれて埋葬されていたのだぜ。ひえー、それがいつの頃からか、このようなセミの形をした岩玉を、口に含ませるようになったのだという。これもやっぱり死者の再生っていう願いが込められていたの。そう、ただこの風習はそれだけでなく、寛大に流行した、神仙思想とも関係があるとされるのだぜ。ああ、そういえば前漢の創始者劉邦の参謀、張良も、晩年は神仙思想にハマって動員の術に励んでいたとされるもんねー。そう、当時のこの岩泉は神仙思想にあった、紫外線、になるための、重要なアイテムだったともされているぜ。紫外線、また謎の用語が出てきた。我ら東方世界にも関係あるんだけどな。さて、紫外線というのは、人が一旦死んだ後に生き返り、他の土地で仙人になったもののことだ。この仙人も2パターンがあり、一つは肉体を残して霊魂だけが仙人となるもの、もう一つが、肉体も復活し、着物や刀剣を残して棺を抜け出すものだ。ははぁ、魂だけで仙人になる場合もあれば、棺に服を残して、裸で仙人になるパターンもあるわけね。さすがにネイキッド仙人にはならないと思うのだが、とにかく、当時は、人は死後仙人となる場合があると考えられ、その願いを叶えるために岩泉が行われたという。陰代やそれ以前は、セミが土中から出てくることが、地下の死者の世界からの復活と重ね合わされていたセミは、寛大に入ると、幼虫から浮かし、抜け殻を残して羽ばたいていく様子も、まるで人の肉体を残して天に昇る仙人、あるいは衣服や副葬品を残して、肉体ごと姿を消す仙人と同じではないかと考えられたのだぜ。ほえー、セミはついに人が仙人となることの象徴にもなったんだ。そう、いわゆる、羽化当仙、のイメージだな。祖食の、前石壁の符って、あまりに有名な、羽が生えて旋回までふわふわと、浮いていきそうなくらい気持ちいい、と述べたこのフレーズは、その考え方の元をたどると、寛大の神仙思想とセミの関係、地中よりで、抜け殻を残して飛び立っていくセミの姿ともつながっていたのだ。うはぁ、セミの影響半端じゃないわね。だからこそ、セミは高潔さの象徴ともなった。三国志最大の天才、曹操の息子で天才詩人、曹植は、その名もズバリ、セミの符にこう書いている。そもそもセミというのは清らかな虫である。はじめは陰なる地中に潜んでいるが、陽の木が盛んになる真夏になると、林に出てきて遊び始めるものだ。誠か欲なものであり、一人して気持ちよさそうに、いつまでも泣いている。その声はよく通り、いよいよ高ぶると連説の死の豪直な心の声を、聞くかのようでもある。心穏やかにして何も食さず、諸物に囲まれていながら、何も求めない、格子に住み、顔は天を仰ぎ、清らかな朝露で口をすすぐ、夏に生まれ冬に死ぬ、その曇りなき正しさは白衣にも匹敵する。帝臣たちは、だからこそセミを頭にいただき、尊ぶのだ。セミへの評価高い。あと、頭にセミをいただくことについても言及されたわね。よく気づいたね、素晴らしい。うえっひ、でもそれは一旦置いておいて、この府に出てきた白衣という人物について簡単に紹介しておこう。白衣は殷代末期に古畜国の王子として生まれた伝説的聖人で、父の遺言に従って弟に王位を譲るために国外に逃亡したり、周の武王が殷の討伐を行おうとすることを義に背くと諌め、殷が滅び周の時代が来ると、周の世の穀物を食べることを恥、山中に入って弟と共に餓死したりした。
超絶頑固な人物だ。信念に従って餓死するんか？割とぶっ飛んだ人ねー。まあ岡ちゃんがその生き様を褒めたたえたから、儒教で聖人になったんだ。そしてこの、白衣ガギのために餓死したことと、セミが何も食べず、朝露だけを飲んで高い木の上で高らかに鳴く姿とが重ね合わされ、セミこそ伝説の義人白衣のような高潔さを持つ虫であると、先ほどの装飾の符は述べているのだぜ。ほえー、セミは高潔さの象徴でもあったのね。そう、五漢末から三国時代の人、装飾のこのような捉え方は、当時の知識人、官僚層の一般的な認識だったのだぜ。さらに時代は下り、この名臣陸遜の孫で精神の文学者、陸雲は、セミには5つの徳が備わっているとまで褒めたたえている。その徳というのは、1つ、セミの頭に冠の下げ飾りのような文様があるのは、教養の現れ。2つ、木を食べ露を吸うのは清らかさの現れ。3つ、五穀を食べないのは廉直さの現れ。4つ、自分の巣を持たないのはつつましさの現れ。5つ、季節に従って生まれ死んでいくのは神義の現れ。といった具合に、セミこそ理想の君子像を体現した昆虫であると、称えているのだぜ。ほわー、セミは仙人、義人、君子の虫かー。そう、こうして朝廷の高官たちはこのようなセミの徳にあやかろうと、黄金のセミバッジを冠の正面につけたのだった。黄金のセミバッジ、かっこいい。この黄金のセミバッジに関しては、精神の後の南北朝時代、南朝領の武帝の時代に、このような話が残っている。武帝の時代を代表する関心に、守衛という人物がおり、彼が武帝に寵愛され、国政を任されたことにより、あの大乱、後継の乱が勃発し、南朝領は衰退していってしまうのだが、そんな守衛が若い頃、春斎との評判から武帝に召し出され、重用され始めた時、このようなことがあったという。守衛はある時、中央官庁の中級官僚に抜擢され、拝命するために参内した。すると宮廷にどこからともなく一匹のセミが、飛んできて、彼の冠に止まったのだ。現在の小学校の朝礼なら、大盛り上がり必至のイベントだが、この光景を目にした当時の長身たちは、笑うよりも驚き、口々に、これは出世の兆しに違いない、と囁きあったという。これは当時、近中に出入りできるほどの高官が着用していた冠が、黄金のセミバッジと天皇の毛を冠につけるのが習わしだったからだ。その冠がいわゆる、朝鮮冠と呼ばれるもので、朝鮮、あの三国志演義に出てくる呂布を籠絡した美女、朝鮮、やんけー。そう、中国四大美人の一人、朝鮮の名は何を隠そう。この高貴な人が被る朝鮮冠が由来だったとされるのだ。はい？だからこの人、天とセミなんて、変な名前だったのねー。話を戻そう。こういうわけで周囲の頭にセミが止まったことで、周囲の人々は、彼がいずれ高級官僚だけに許された特別な冠を、被ることとなるだろう。つまり立身出世を遂げるだろう。と、噂し、実際にそれは現実のものとなった。という少々出来すぎた話だが、セミが重要な意味を持っていたことは、わかるよな。さてここまで、特別な意味を持つ高貴なセミのバッジは、君子の象徴でもあり高官の象徴でもあった、ということを、話してきたが、このセミバッジは何も進化だけのものではなかった。おお、ついに中華を滑る帝王、皇帝のセミバッジについて、語る時が来たのね。そう、ここからは中華の皇帝とセミについて語っていこう。さて、文官に朝鮮官があったように、武官にもセミバッジや、天皇の毛をあしらった冠があったのだが、実はこの、武官が被った、冠の方が由緒は正しいようで、こちらのルーツは戦国時代に遡り、趙の武霊王が行った北方遊牧民の装備や騎兵の導入、いわゆる、呉服騎射が始まった際に、そのような冠も北方から導入されたとされる。はい？武霊王。ここでも存在感を発揮してくるのか。その後、秦の始皇帝による天下統一の過程で趙は滅び、その趙王の冠が秦に入り、秦家に下賜されたのだった。そして秦漢時代を経て、漢族のデザインとして整えられていった。以下、余談ながら、出たな余談おじさん。セミ、というのは、もともと秦の国の方言であり春秋戦国時代では、各国、各地域によってセミの呼称は異なっていたのだぜ。それが始皇帝の天下統一によって、セミ、が共通語となっていった。じゃあ、秦じゃなくて別の国が天下を統一してたら、
セミはセミじゃなかったのかもしれないのね。そういうことよ。余談終わり。さて、こうして冠に輝く金色のセミは権力者の象徴となったのだが、始皇帝が蝶の冠を家臣に与えて以来、隋唐の時代までは、それを身につけていたのは臣下のうちで権勢を得た者に、限られていたようで、御冠中、にはセミバッジをつけた文官武官、そして、宦官の振る舞いは、それはもう目に余るものであった、と記されているのだぜ。皮肉なものね。高潔で清廉な君子の象徴であるはずのセミバッジが、腐った権力者が身につけるものとなってしまうなんて、この流れが変わったのが、隋唐時代に入ってからだ。それまで王朝の高位高官がつけていたセミバッジが、親王の冠にも、飾られるようになり、それから皇帝が日常使いする、通天冠や戦や狩りの時に被る冠にセミバッジがつけられるようになった。おお、とうとうセミバッジが皇帝のものとなったのね。そして東大に登場した画家、円立本が歴代の皇帝を描いた際に、その大半をセミスタイルとしたことで、現在までその文化が伝わったのだ。はい？そういう歴史があって多くの皇帝がセミを冠にくっつけてんだ。そう、優秀も優美も総妃も尊権も要権も要代も、中国史を代表する超メジャー皇帝たちがセミと共にあるのは、こういうわけがあり、まさにセミは中国の最高権力者に最も愛された、虫と言えるのだぜ。中国の王朝時代が始まる前から復活と再生の象徴として、尊ばれてきたセミは、歴史の時代が始まってもなお象徴や文様として用いられ、北方の遊牧民の文化も取り入れつつ、大統一の新漢時代には、新鮮思想や理想の君子像と結びつき、高位高官、権力者の象徴となり、そして中華を滑る皇帝たちの頭上で輝くこととなったのだぜ。この黄金のセミはその後も長く用いられ続け、漢民族の王朝だけでなく、女真族が建てた金王朝、モンゴルが建てた元王朝でも用いられた。異民族の王朝はそれぞれ民族固有の遺憾も大切にしたというが、金のセミの文化は受け入れ、身につけていったのだ。そして、元朝が北へ去った後、再び中華に漢民族の王朝民が開かれると、システム構築の鬼、後部亭主元将はモンゴル風の衣装を、禁止するとともにセミバッジにも細かな規定を定めたのだった。それは清掃の際には、甲は玉、甲は金、白は別行の、セミを冠の前後につけること、といったものだった。へえ、セミバッジにもランクができたんだ。そう、この冠をセミで飾る、という文化はこの明朝の滅亡まで続き、秦の時代になってようやく廃止されたのだった。ほわ、セミ、息の長い活躍だったわねー。でもこれだけ長い間、権力者に愛されたんなら、民間でも尊ばれたんじゃないの？ずっと社会の上流の方での、セミについて語ってきたけど、民間の方ではセミはどんな扱いだったのかしら？そりゃ栄養満点で手軽に食べられる食材よ。あ、寛大の墓から見つかった、名器、と呼ばれる死後の世界で用いるための、器物の中には、このようなものもある。これはセミ焼きグリル。そう当時、あの世に行ってもセミとセミ焼きグリルを楽しみたかった人が、いたのだろう。それだけポピュラーな食べ物だったということだ。また、当時は身体に障害のある人や老人がセミ取りをして、生計を立てていたともされる、貴重な栄養源として庶民にとっても、身近なものだったようだ。ということで霊夢、今回はここらで切り上げて、これから山東省に行こうか。何しに、素揚げが名物らしいぞ。あれあああ。といったところで今回の、皇帝の頭上に輝く皇輝の象徴、黄金に輝くセミ会はここまで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録コメントグッドボタンスーパーサンクスメンバーシップご加入、いつも誠にありがとうございます。最新限定動画、国士の極も上がっていますので、ぜひ再生リスト、メンバーシップ限定動画、からご覧ください。ではマリサが旅支度を整える前に、私はこれで、ドローン、ノールさせていただきます。終わり。あれ、いない？